日本の電力系統における新品の変電所の位置、新品の変電所は、長野県東地区間郡、朝日村古見に建設された東京電力、パワーグリッドの変電所。周波数変換所を併設している。新品の変電所新品の変電所は、50万ボルトという超高電圧を扱う送電用変電所。周囲を野菜畑に囲まれた広大な敷地には、 変電設備に加えて周波数変換設備を備えている。そうした特異性から重要な拠点として現在も友人による24時間の監視体制に置かれている。長野県を流れる西川の上流には東京電力が建設した大規模な水力発電所が点在している。安土川の上流には安住発電所、水戸の発電所があり、 2発電所を合計して、最大86万8000キロワットの電力を発生する。また、高瀬川の上流には新高瀬川発電所があり、最大128万キロワットの電力を発生する。これら大容量の水力発電所では、発生した電力を27万5000ボルトという高い電圧で新品の変電所に向け送電している。新品ノ変電所では受けた電力を、 変圧器によって電圧をさらに上昇させ50万ボルト送電線、安住幹線を通じて首都圏に向け送電している。新品の変電所は商用電源周波数の異なる交流電力同士を相互に変換する設備を有している。東京電力パワーグリッドの送電線のほかに中部電力パワーグリッドの送電線も接続されており、 5 0ヘルツの東日本側と6 0ヘルツの西日本側とで周波数の相違という壁を越えて電力の融通を行う。合計60万 kW の変換能力を持つ新品の変電所は同じく周波数変換設備を有している。佐久間周波数変換所、東清水変電所とともに電力の融通を行っている。さらに2020年3月、 日出しの周波数変換設備の運用が始まった。新しの変電所には、同設備を構成する一体の硬直変換設備の一方が設置された。ありがとうございます。